僕がバカ。ふざけるな。みんなを返せ。本日は、ちょっとフェインを、アモアス界隈の人たちにもフェイン楽しんでいただければと思ってお誘いさせていただきました。では早速ですが、ゲームの解説に移りたいと思います。フェインはですね、どんなゲームということで、イノセント、インポスター、ニュートラルと村人と人狼と第三陣営みたいな感じだと思ってください。敵対陣営の排除を目指す人狼系ゲームです。人狼と違ってですね、全員が基本的に能力を持っている、ゲームになりますので、すごく複雑です。役職の紹介です。まずはゲームをプレイしないと多分分かんないこともたくさんあると思うので、簡単に一つ一つの役職を説明していきたいと思います。はい、最初に説明する役職はネズミです。ネズミはですね、指定した人の陣営と役職が分かる、まあ、人狼でいうところの占い師みたいな役職だと思ってください。ですが、1ゲーム中に1回しか使えません。一晩に1回使ったらもうそれ以降の、同じゲーム内では使えないものと思ってください。インベスティゲーター、こちらも同じように指定した人の陣営と役職が分かる、役職なんですが、正しい結果と間違った結果の2つが通知されて、例えば、イノセントのネズミ、もしくはインポスターのインベスティゲーターだったみたいな感じで2つ結果が落ちてきます。どちらが正しいかは判別できません。ネズミと違って毎晩使うことができます。ポリス、これは指定した人を妨害する、止めることができます。止められた人は何もできません。僕がポリスで7個のうちに行った場合、7個はその日の夜、自分の能力を行使することができません。トラッパー、指定した家に罠を置きます。僕がトラッパーの時に7個んち、また7個んちに行くけど、7個んちに行ってトラップを仕掛けるとします。その時、はい、例えばネクオジがネクロルさんが7個さんのうちに行った場合、ネクロルさんは7個さんに何らかの能力を使うつもりで7個さん家に来たんですが、7個さん家に置いてあった僕の罠に引っかかります。はい、7個ん家に来た人の中から1人が罠に引っかかります。指定した家に来た人が分かるという能力です。例えば僕が無痛さん家に、ルックアウトとして見に行ったとします。はい、その日の夜、ヤンミちゃんと高田健司が、無痛さん家に来た場合、僕は、あ、2人来てんなーっていうことが分かります。挑発者、はい、指定した人を次の日2票投票された状態にできます。僕がその日の夜、アルマさん家に挑発者として、行ったとします。すると、次の朝、もう議論開始した時点でアルマさんになぜか2票がポポンって入ってます、ね、1ゲーム中に2回だけ使えます。次行きましょう。ここからは、先ほどまでイノセント、インポスターどちらでも出る可能性がある役職でしたが、ここから、2つの役職はイノセント専用の役職となっています。ドクター、指定された人が死んでいたら生き返らせる。指定された人はドクターが来たことがわかる。次、バカ、これですね。これがこのメインでポイントとなる役職です。はい、偽りのイノセントの役職がランダムで配布されます。ただネズミと挑発者のバカは存在しないんですけど、例えば自分がバカの役職だったとしても、一番最初の朝にあなたはインベスティゲーターです、緑のインベスティゲーターですみたいな感じでバカには通知が来ます。うん、あー俺インベスティゲーターなんだな、じゃあこの人のうち調べようっつって調べると、夜にはなんか適当な結果が返ってきます。みんなにいやー昨日見たんだけどこいつインポスターだったぜみたいなバカだな言うんですけど、いやその結果誰がどう考えても間違ってないみたいな状況になって、あもしかしたら俺バカかもしれないみたいな、なるほどね。ここまでが、イノセント専用の役職ですね。ここからは、インポスター専用の役職もあります。リーナーですね、こちらもインポスター専用の役職です。指定された人は以降死亡したり追放された時に公表される役職がわからないになります。ちなみにクリーナーが、来た家はそのクリーナーが来たってことを認識できてしまいます。確定でシリアルキラー1人入ります。うん、指定した人を殺せます。ポリス、トラッパー、ルックアウトの能力が効かない殺人鬼です。めちゃめちゃ殺せるな。はい、なんでめちゃめちゃ殺せますし、一旦に3キルを切る可能性があります。そんな感じで今回、最初の村で使用する役職の説明は終了です。これ以外の第三陣営の役職はあんまりその人外陣営に強くな、インポスターに得にとならないので、結構クルーが勝っちゃう、イノセントが勝っちゃうんですよね。あ、早い。おお。うわ。
え、シリアルキラーキルするだろ。なんか途中までシリアルキラーに任せようかなーっていう。動くだろこんなの引いたら。シリアルキラーやれ、お前がやれシリアルキラー。俺の代わりに俺は何にもしねえ。殺される場合は動こうが何だろうはもう関係ないし、もうそれは仕方がない、運が悪い。おー、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 初手占いかい。あ、うん、アルモさん言わないで。あ、そうだ、それ言わないで。ネズミに今やる。誰にこれ。え、それ赤の可能性ある。え、俺。あー、ジュージさん超発表。マジか、ムツは？バカ。信じる二人。あれ、なんかそのナナコさんと寺園の結果ってなんかどっかに表示されてんの？それとも今本人しかわかんない。はい、寺園です。ナナコ緑ネズミです。マジ？お願いしないで。はい。あ、じゃあフルコン、ナナコトラッパー。で CO でかからずなんでバカです。フルコン7個に言って俺が引っかからなかったってことね。そうそう、テラゾーが引っかからなかったから、他に引っかかった人がいるいないんであれば僕バカです。どこにかけた？7個にトラップ。あ、了解了解了解。はいはい。え、引っかかったって結果がね、どういう結果が来た？かからずなので。長野くん敵陣営。かからずだから、そうか、もうバカだ。長野くん敵陣営。敵陣営ではないです。あ、びっくりした。敵陣営ではないです。同陣営。何でしたか？わざわざ役職必要ないかなと思ったので、敵陣営です。なるほどな。いや、もういいよ。もうだったら僕ドクターです。ドクターです。だからもうどうせ多分狙われるからもうドクターで。まあ白角位置からは多分変わんないと思うから。で、高田さんの家に行っていませんでした。高田さんは。いませんでした。え、これっていなかったらいないの家に。俺は俺動いてません。ちなみに。あ、じゃあ家にお邪魔しただけです。ただ入ってきただけ。はい、入ってなんか帰ってきました。ああ、なるほど。まあまあ。ああ、ドクターってことか。ちなみにドクターが入ったかどうかは入った家の主が気づくはずなので、高田さんって見てました？いや、俺見てない。で動いてません。え？誰も入ってきてないんであれば、アルマさんがバカ、ドクターってこと、他にドクターがいるという結果になりますね。あ、むしろいいじゃん。むしろよくない？僕がバカ。バカドクターの結果を見たってことか、ナナコさんが。僕がバカ。いつものドクターだと思い込んでいる以上じゃん。いや、もちろん。僕はいろんな可能性ありますから、あれですけど。まあ、高田さんがその赤で語ってるかっていうぐらいの可能性もありますし、緑で、アルマさん新確定させないでかませないようにしてる可能性もあります。ああ、村でそういうことかかっても仕方ないと思います。あ、はいはいはい、あ、そういうこともできるのか。あ、いや、そうね、そういうことします。あ、まあ、そうか、僕がバカの可能性大いにあるな。バカとか、アーマーみたいな感じで村でなんか確定させないっていう高田さんの発言かもしれない。はい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 。あ、ネクロルもいますね。ヤミちゃん家にトラップを仕掛けて誰も引っかかりませんでした。ちょ待って、ナナが言うけど僕もトラッパー仕様なんですけど。あ、ヤミもトラッパー仕様です。おい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 。あ、僕もトラッパーです。もうチャットに書いてあります。トラッパーもチャット書いてます。チャットに書いてあった人誰か、まあ、みんな書いてるか。うん、あの書いた時に言ってくれるととてもありがたいです。そう、ヤミデビルがトラッパー仕様。デビさんはどこに仕掛けました？テラゾーの家で誰が引っかかった？あ、なるほど。あ、そうなんだ。テラゾーの家って誰が？はいはいはい。砂ザメがテラゾー家に行きました。で、罠に引っかかりました。え、じゃあ僕は死んじゃう。はい。死んですね。ウェイウェイウェイ。あ、そうなんだ。あれ、竹雄くんも確かテラゾー宅にかけたんじゃなかったっけ？違うよ。あ、ごめん。フルコンタク。うん。バカは何しに行ったの？それはちょっと元気かなと思って。なんだって。
でも2キロ入ってるから。なんか調べたらし、あの、あれじゃ。あ、そうか、2キロあるからか。そうか、2キロあるから自分は。じゃあ、ボマーですね。え、ヤミさん、ヤミさんってどこに？僕は、デビさんちゃんち。デビさんちですね、そうです。デビさんち。デビさん。デビさんち。デビちゃまんちに。デビ散歩に行ったわけですね。はい。あれ、でも2キロあってもシリアルキラーやから、あ、そうか、シリアルキラーか。確定はできないんじゃない？ボマーじゃないのか。ボマーじゃないから。そうね、3キロまでが起きる可能性があるので、1人インポスターが何もしてない可能性があると思います。そうだよね。うん。おやすみなさい。俺は動かず動かずで、最終的にあの挑発者使用するから。動かない。不動で。表で透けた頃にはもう勝ちだろ、こんなの。シリアルキラーがガシガシにキルしまくってくれればいいから。頼むぞシリアルキラー、お前にかかってっかんな。次のターン3キル入って、さあさよならみたいな感じに持ち込みたいですね。うん、ああ、すごいよな。あ、バカだったんだ。バカだったんだ。バカで助かった。いや、ドクターがいるとまだ。あ、そう、そうですね。ドクターいるっぽいですね。うん。トラッパーは、うん、7個んちで誰かがかかってる。うん、なんか今回はトラッパー使用してるやつ以外と思った。レビ様がうちに来てトラップ誰かが仕掛けた。はいはいはい。あ、引っかかった。引っかかって。誰も言われる感じ。あ、ちょっとパクんないでよ。何何？じゃあ七子さん家に行った人はどうなったんだ。僕がトラッパーで行ってるんですけど、かかってない。あ、それかもしれない。あ、かかってない。かかってない。トラップかかってないです。かかってない。一人来てるはずだ。はい。で、僕も仕掛けてるんで、多分僕バカだと思います。なんかどっちにも絶対もう一人来てるよね、ナナコンチに。ああ、そうか、もう一人来てるのかもしれないよ。絶対来てるね、ジャンミは嘘ついてなかったら。ヤミちゃんの前に誰かが引っかかってるかもしれない。そうそう。だ絶対もう一人来てる。そいつが多分、お前殺されかかってたんだよ。あぶねー。じゃあ俺んちに来たのってデヴィ様とヤミさんだけ？あと一人誰か。あとは砂ダメも行きました。で、ただかかってないんですよね。じゃあ二人とも、そんなことってあるか。いいですか。僕中野アルマにトラッパー仕掛けに行ったんですけど、誰もかからなかったプラス殺されてるのに、僕がシンもしくはバカでなんかシリアルキラーが抜かれてる。シリアルキラートラッパー貫通するんだもんね。基本的には1キルしか起きてなくて、シリアルキラーって基本的には毎日殺すものと思っていいと思うので、あのね、デビ様の罠にかかったのがほぼほぼインポスターなんじゃないかなって見えてます。うん、まあそうだよね。出てこ、そうなんだ。出てきてない。シナメタルが2回連続で来てて、今から引っかかってないって嘘ついてるんだと思ってる。あ、スナメタルは初日テラゾを引っかかり、うん、2日目ナナコで引っかからなかった。うん、引っかからなかったんでしょ。だからその引っかからなかったって言ってるところが、他にも一人いるんじゃないって見せてるんじゃないかなって思ってる。さすがに2回連続で引っかかったってさ、キラーって言悪いやつだったら言いづらいじゃん。だから他にも一人いるっていう風にしてるんじゃないかなって僕は思ってる、ね。一応4人いってる可能性はありますけどね。まあね、もちろんあるんだけども。まあ自分目線だと、ヤミさんが引っかかってるって可能性もあるのか。引っかかってて引っかかってないって言ってる可能性もある。ヤミが犯人で嘘ついてるか、あるいはそのヤミさん以外の第三者が隠してるが砂ざめ目線かな。ネクオジの結果ってなんだっけ、はい、今回。今回はデビ様のとこ引っかけて誰も来ませんでした。僕を守ったのか。
お前は本物っぽいから。お前は白い。まあわかんないなでも。ちなみに俺は家から出てないです。なんで？なんででしょうね。ちなみに家から出てません。なんでやろ。いやこれむずいな。なんでなんだ。いやシリアルキラーいると。これ結構むずいしもう釣って始めた方がいいのかな。そんな感じ、ね。インベスティネーターとかね、もうネズミも使い切ってるし、これ以上ね、シンがね確定する盤面ってないんだよね。だから怪しい人釣っていかないとかねえんじゃないかな。タケオはタケオはトラッパで仲間の虫になりますでもそれちょっとシンっぽいんじゃないですか。で俺視点からあの七個が相当白いので、七個はもうほぼ白だと思う。てかテラゾーさん、俺ネズミ言ってる、テラゾーさん白でしょ、俺白でしょ。テラゾー、そう。いや、俺は赤の可能性があるから、赤ネズミの可能性がみんなから拭えないから、七個に決めてほしい。あ、じゃあ俺使用しとけよ、挑発者です。まあドクターっぽくでもいいかなと思ったけど、挑発者です。ああ、なるほど。闇さんかな。あれもこれ。ああ。誰行くの正解。いや違うか、7個ベビー、まあデビーでいいか。いやちょっとむずい盤面が、なんか人外視点から見てもここをワンチャン3キルぶち通して、でも陣営が死ぬ可能性あるんだよな。ガシャン、まあ、うわーこれでもね、シリアル、おー誰、テラゾー、テラゾー、あーね、緑ネズミ、ネズミな、はい、あーあなるほどやな、あーなるほどね、なんかもネズミか、はいはいはい、あれ7個の初日の結果って誰になんだったっけ、船染めになんだっけ、じゃあ中野アルマに医者、あーそうだ、じゃ意味ないのか、だ言わなかったんだよね、多分7個のこともあったんだけど、あ僕も7個さんちにトラッパーで仕掛けたんですけど、誰もかかってないんでばっか確定です、僕自分自主点、うん、僕はでも置いてたの7個に、うん、うん、じゃあ置いてたもばっかかも、鬼なの、置いてたんだけど誰か引っかかったってことね、砂ザメ引っかかりました、何してんの、どこで引っかかったの、7個さんちに行ってで引っかかりました、うん、なので砂田目線もデビさんはあの緑トラッパーほぼほぼ確定かなと、その七子さんを守るっていう行為がそもそも緑陣営っぽいので、うん、あれ、うん、うん、え仕掛けられた、あちなみにネクロルはデビさんはもとこまた行って引っかかりました、誰か、ネクロ、デビさんはずっと七子さんを守ってるんですね、でそれに七子さんのところに仕掛けられたマナって何個あるの、僕も仕掛けに行ってんだけど、僕もって言ったら誰だ、かかってないな、竹尾にき、あ竹尾です、うん、まあだから竹尾ヤンミトラッパーがバカか、うん、多分赤陣営の語りかぐらい、ヤンミさんがかかってんのよね、いやかかってないです、かかってない、あれ誰もかかってないし、誰もかかってないの、バカ二人とえカシンが仕掛けに行って貫通するでしょこれ、シリアルキラーですかね、いや貫通してるか、いや砂溜めが引っかかってるんで、えあじゃあ砂溜めがかかってない、ごめんごめん、砂溜めが引っかかってるから、砂溜めともう一人赤がいってる、いやでも結局シリアルキラーが一人で守ってるってことだから、多分じゃあもう一人は僕のこと殺しに来てるのかもしれない、そう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 、デビ様のところに行った、僕がシンなんだったらデビ様のところ行ってるのがインポスター一人で、うん、であだったらシリアルキラーを貫通している7個になるくね、やっぱり、うんうん、なんかそこ、うん、そうなる、まあでも結局砂玉が引っかかって、テラゾーが死んでるから、ネクロルが死んだった場合ってそうなるね、うん、テラゾーがインポスターに殺され、ね、
奈良コンとこが貫通してるシリアルキラー、デビ様のとこがインポスター。闇がなんかちょっと怪しいな。あ、まあ、その辺がその僕は動いてないんですよ。で、なんかバカだろうと思ってるので、んで。あれごめんなさい、ネクロさんの結果デビ様の罠に引っかかったんだ。引っかかった。引っかかりました。でそれを言う人が今いないとですね、うんうん、まだ僕バカもあるんでまだわかんないですけど、でも今日は絶対取らなきゃいけなくて、僕は何も言ってない、フルコンがすぐバカって言ったのが怪しいと思ってて、これそれとヤンミがずっとなんとなく僕に合わせてるのが気持ち怪しいと思ってて、高田健志もちょっと怪しいと思ってる。ごめんなさい、ね、ここ釣りミスったら負けだよね、おそらく。だからもう多分もう寝てもだったら、ごめんなさい、中野アルマがバカでドクターだった状態だから、ドクターがいるはずだからもう死をしちゃっていいと思うけど。あ、確かにスナザメじゃね、僕はスナザメじゃないかと思ってる。ねえ、俺も思ってる。いや、出た方がもう最終盤面だと思うから、うん、はい、スナザメです。まあまあ透けてるかなと思ったけど、いや、僕は7個を殺したんだな。いやだからそのお互い2人多分共に守っちゃった、7個さんをデビ様とスナザメで、うん、だから今はスナザメ以外で高田もやっぱ今のも怪しい怪しい、でも絶対釣らなきゃいけないから、これはヤンミさんかな、なんかちょっと目線バカっぽいかなと思ってたんだけど結構動いてるから、フルコンはすぐバカって、うん、すぐ2回目、いやもうヤンミはフルコンに乗ってないんだよな、まあ、それはもうかかんなかったから、本当に僕じゃなくて、でも僕本当に七子さんちとデビちゃんちしか行ってなくて全部かかってなくて、かかってない、しかも僕もかかってないんで、ただ決め打ち盤面で過半数ってなるともう多分フルコンの闇を釣る盤面なんで、うん、そうせず、いやーこれで外したらほぼほぼ負けか、あとはシリアルキラーが殺してくれればインポスターを、シリアルキラーはフルコン、これってどう、ちょっと処理がよくわかんないんだけど、6、1、2、6だよね。え、これフルコン切ったらいいのか、え、わかんないよ、処理がよくわかんない。まあいいか、お試しだ。これなんか処理順がよくわかんないから、まあ試さないとわかんないし、フルコンはインポスター切りに来る可能性があるから、フルコンはインポスター切りに行っちゃうとね、めんどくさいので、守れなかった、あらあらあら、ドクター、あらドクター死んじゃったね、あらあらドクターに、あらトラッパーも死んじゃったね、デビ様、あら、あら、シリアルキラーも死ぬよこれ。あら、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 死んじゃったね。死んじゃったね、デビ様。これデビ様。デビ様？いじめ？デビ様。終わらないんですか？終わらないのよデビ様。あ、これデビ様かな。デビ様やったな。ね、やってる。あ、やったね。違う。いやいや、そんなもん面白い。なんでも、でもそれはデビ様がインポスターだから終わらないんだよ。違う、シリアルキラーが死んでんだから、シリアルキラーが死なだめ殺しに行って、お前らが2人殺したんでしょ。いやちょっとわかんない、なんでこれ終わんないの、終わっちゃう、何言ってんだろう、何言ってんだろうこの人、ちょっとこれちょっとわかんないな、一人で参詣したんでしょ、一人で参詣したのかデビ様ねえ、うん、それしかありえない、お前らなんだこれふざけるな、みんな返せみんなのところに送ってあげるよ、言っといて向こうに、トラッパーとしてここでトラッパー村で頑張ってきたのに、新トラッパーで最後まで残されて、やめちゃう、かわいそうだね、お前たち、じゃあな
見事。びっくりすぎてるだろ。いやー。悪そうか。これ。ごめんな。デビ様。お返しに。そうなるね。いいよ。かわいそう。いや守り先かぶったのやばいな。あの世で村作ろうみんなで。あの世で。